日本岡山県倉敷市あち倉敷駅前の風景、あちは、岡山県倉敷市にある、町日の都である。一丁目から三丁目からなる。いわゆる、倉敷駅前と呼ばれる一帯で、倉敷駅南側周辺に位置する。郵便番号は、710-0055。総人口は1137人、世帯数は611世帯。 一丁目から三丁目からなり、JR 倉敷駅南側一帯にあたる。鶴形山の北西に位置し、同市の中心市街地の中枢であり、駅前繁華街となる商業地域及び業務地域である。複数の商店街を形成しており、また中央部を倉敷駅から南に指導湖上地が通る。かつては倉敷で最も活況を呈した。 商店街を要し、周辺は大変賑わったが、近年は郊外型の店舗の流星により、空洞化が問題とされている。一方で、それを打破すべく朝市の山菜市などが催されて、賑わっている。中世後期までは、当初の北端で、周囲は、紀ビの穴海の西部にあたる、アチの海と呼ばれる海域であった。当地は、 当初北西端付近の沿岸地域であった。しかし、浮田秀家の命により、家臣の丘都勝が指揮し、林島から当地のある当初を経て、現在の倉敷市室付近まで堤防を築き監督を行った。以来、本土と陸続きとなっている。昭和47年、栄町、新栄町、元町、浜田町、恵比寿町、宮坂町、 朝日町、平和町、阿知町などの町区を統合、整理して、阿知神社及びかつての阿知の海に由来し、阿知と命名された。都市計画外路整備に順応宿泊され、町名も設定された。倉敷市の住民基本台帳による統計。ありがとうございます。